こんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。今日のトピックは何ですかこの時代に、帝王学という言葉が適切かどうかはともかく、悠仁さまがその準備をいつから始めることができるのか気がかり、と心配するのは宮内庁 OB。秋篠宮さまは昨年の誕生日会見で、悠仁さまが大学に進んでも、しばらくは学業優先になると語り、帝王学については、あまり前向きでない様子がうかがわれた、 皇室記者という宮内庁 OB は、秋篠宮さまと紀子さまでは息子の将来についての考えが微妙に違う、と話す。東大や筑波大など、よりいい大学へと願う紀子さまは自身がイメージする天皇にふさわしい経歴の構築を目指しているように映る。一方、秋篠宮さまが求めるのはもっと実質的なもの。ここで言う、実質的、とは、好きな勉強、 研究に励むこと、昨年の会見でも悠仁さまの進路に関し本人が何をしたいかが一番大事と秋篠宮様は強調学校から帰宅するとすぐに机に向かいながらその合間を見つけて最も関心があるトンボの調査に勤しんでいると明かした悠仁さまの進学先候補として秋篠宮様の頭の中に灯台はなかったはず昆虫の研究を続けるのに灯台がベストとは考えていなかった 国内庁ホビーがこう話すように昆虫学を極めるのに東大を選ぶ理由は見当たらない昆虫学に優れているわけではなく研究者も少ないここよりも進んでいる研究機関は他にたくさんある都農学部の研究員は悠仁さまが東大を視野に入れている現状に疑問を呈する今年4月秋篠宮さまは悠仁さまを連れて 玉川大を訪れている同大の昆虫科学実験室で悠仁さまが教授たちと高度なやり取りをしている様子が報道されたトンボの専門家がいるわけではありませんがミツバチの研究は世界レベル昆虫の生態にアプローチする環境は整っている玉川大元教授秋篠宮さまとしてはこうした選択肢もあると悠仁さまに見せたかったのだろう本当は時間を巻き戻したいお気持ちだったのかもしれない 都前室の宮内庁 OB は推察する大半の生徒が難関大を狙う超進学校の筑波大附属高校に入ったところから意に沿わない方向に進み出しました東大や筑波大を一般入試ではなく推薦で目指すにしてもそこには枠があってやはり競争に巻き込まれることになる将来の天皇にそぐわない迷路に入り込んでしまったのですそれは決して秋篠宮さまが望む姿ではなかったと宮内庁 OB は嘆くそもそも 地付高への進学も秋篠宮さまではなく、紀子さまの意向が強く反映されているという、秋篠宮さまは進学についてほとんど口を出してこなかった、好きなことをやりながら、次世代の天皇としての意識も芽生えればと考えていたようです。ところが、 受験の波の波中でで帝王学どころではなくなっってしまった今月30日秋篠宮さまは59歳の誕生日を迎えるその前に開かれる記者会見では用意した紙に目をやることなく自身の言葉で語ってきた悠仁さまの進路についてどう説明するのか注目が集まっているさてこれについて日本の人々はどのように反応したのでしょうかその一部をご紹介します 東京大学農学部にはトンボを学ぶ研究室がなく、本当にトンボについて学びたいのであれば東大は適切ではないように感じます。にもかかわらず、久人くんの東大進学を目指すのは、一重に秋篠の家みけ、特に紀子氏のプライドの高さが原因であるように思います。そもそも、大勢の国民は天皇陛下に高い学力水準化など求めて羽織らず、 このまま金と権力で東大進学をするのなら、皇室に対する敬愛の念はどんどん薄れていくように感じます。国民に寄り添った皇室とはどのような存在であるのか、秋篠宮家の皆さんには一度立ち止まって考えてほしいです。自分や子供の受験を通して感じたことは、受験とは社会でより良い職に就くために少しでも有利な条件を得るための学力競争だということです。 特に子どものお受験は子ども自身でなく親の意思でさせるものですが子どもには特定の指示に忠実に従って速やかに正解を出すことが求められます勉強中に自由な発想で答えを出してにっこり笑った我が子に私はふざけてないでと叱りました他の子に比べてうまくできない我が子に思わず憎しみを感じたこともあります熾烈な学力競争で 高い学歴や良い職を得られるかもしれませんが若い頃の多くの時間を勉強に費やすことで失う経験もあったかもしれません東大に一人しかいない国民の象徴が若い頃に費やすことが多くの同世代の子供と同じ土俵の学力競争でいいのでしょうか私にはむしろ将来は皇室を出て一般の競争社会に飛び込むための準備をしているように見えますテレビとかで何かの分野に突出して詳しいことか見ると思う言葉に 好きが溢れてるよね好きだからこそどんどんいろんな知識を吸収してまだ学校で習ってもない化学式まで覚えたりしてさこの子にはそれを感じないトンボが好き自分はこんなに知ってるんだみんなにトンボの素晴らしさをわかってほしいみたいな熱量を感じない実力があってそれに伴った大学にご自身の頑張りによっていかれるならどこの大学でも何も思わないです本当に実力がおありなのですか 東大に入るための交換制度を新設までして、東大ありきで進めてるのが理解できないです。ここまで来たら、仮に一般入試で合格されたとしても点数はどうだったのか、問題や答えが事前に教えられていたのかとか、疑惑になるとは思います。東大に向けて受験勉強をしてるお子さんとの勉強量が圧倒的に違うと思います。日本最高峰の大学に挑戦されるなら、正々堂々としてほしいんです。 特権ででいけけたとかか思われるの情ななくないですか天皇になられるかもしれない人なら特に東大や筑波大を一般入試ではなく推薦で目指すにしてもそこには枠があってやはり競争に巻き込まれることになるこの点はどう考えておられたのだろうか特に筑布高校では東大の推薦枠は4つしかなく 各学部は男女それぞれ一人と決まっている悠仁さまより優位な男子が能学部の推薦を希望する可能性はあった実際そういう男子がいたかどうかではなくいた場合でもその男子を引いて自分が推薦を受けるつもりにしていたことが問題だと思う国民に寄り添う将来の天皇が目の前の顔見知りの同級生を追い落として平気なんだ子供の進学って夫婦で話し合いはしないのかな 本当は子どもが自分でやりたいことをプレゼンしてやりたいことを親が応援してあげられるのが理想だと思うけどそもそもお茶の水の幼稚園に入った時には効率一本で育てるつまりはなかったのかしらその頃から東大一直線で母親がシナリオを書いてきたとしたら子どもは本当にかわいそう何よりそれを止められなかった夫であり父親は何をしていたのか今の東大一直線は夫婦二人の責任で起きたことではないのかな この記事はなんか母親だけの責任になるように書いてあるけどトンボが好きなら楽しめる環境においてあげたらよかったのにね趣味で楽しめるだけで人生は豊かになるライフワークって権威ある大学で研究することだけを指すのではないと思うからましてや世の中を変えていくためにも権威が必要。 っていいいううよななななことででもかかからねなんか本当に子供が不憫でしかない私は、秋篠宮夫妻と久人さんが東京大学を目指す自由を否定するものではないが、秋篠宮夫妻と久人さんに、日本国民統合の象徴である皇室の皇族としての本文と自覚があれば、進学先に東京大学を選ぶべきではないと、私は考えます。 東京大学は1877年に官立として設立され、日本国の政策立案、遂行等の実務を担う間に、官僚を要請する国立機関としての役割を果たし、現在に至るまでに中央省庁、地方自治体、国家、地方政治家等をはじめとして、各分野に優秀な人材を輩出しています。しかも、東京大学は上記の経緯から、皇室の影響力を弱める関連論すら、 過去に一部存在していますそのような歴史の経緯がある東京大学に政治経済等の影響力を持たない持ってはならない皇室の皇族が入学して学び卒業して日本国民統合の象徴として公務を務めていくのはさまざまな矛盾と誤解を生み出すことになり大きな問題であると私は考えます。東大大や筑波大など よりいい大学へと願う紀子さまは自身がイメージする天皇にふさわしい経歴の構築を目指している。この前置きに激しい違和感がもともと天皇の御意にあった方々というのは自分から優秀な大学に入学するのではなく宮廷に学者を招いて学ぶのが本来のやり方だと思うんです。 けれども、戦前あたりから民意を知るため、集団生活を体験するために語学誘をつけたり、学習院に通ったりとなさり、さらに専門性のある学習をする場合は、やはり古来のように指定に専門家を招いてご進行するという形になります。金城陛下も上皇様もそのようにしてきましたし、金城陛下は成人されてからもあずさ会を立ち上げられたり、スペイン大使館から人材を派遣されてのスペイン語を学ばれたりと、 責務を追われるための学習に余念がありません。むしろ東大は異例中の異例ですよね秋篠宮さまのがまだ皇室らしい考え方かとにしても農学部の工事が始まって6月に終わるということは東京大学に合格されたというのは間違いなさそうですねまだ試験も始まっていないのにご自分自身で書かれたかもわからないような論文を引っさげて成績も不透明高校も出席日数がギリギリなのになぜ推薦扱いになるのか疑問 今期の東京大学って二次試験までしっかりと合格者を見極めるって言っていたし、授業料も上がるんですよね。受験生の保護者は心中穏やかではありませんね。東京大学に進まれるわけですから、被写会検討それ相応の対応力が必要になると思いますが、それでも合格できる実力がおありになれば、愛子さま以上のお力はお持ちなにだと思いますので、心配するようなこともないでしょうが、小さい頃からトンボが好きで、 それをこの年までずっとそのことについて学びたいと思ってることってある意味立派だと思う天皇になるのにトンボの生態系を学ぶのってそんなに悪いことなのでしょうか上2人の娘さんの育児にうまくいかなかったからと息子さんに全てを押し付ける母親ってどうなのトンボについて学んでるうちに違う発見もあるかもしれない何も東大だけがすごいわけではないそれよりも母親の束縛のせいで 彼は鬱っっぽくなってるように見えます精神崩壊しそうになってることを気づいてあげてほしい動画を最後までご覧いただきありがとうございました皆さんのご意見や感想をコメントしていただけると嬉しいです次回の動画でお会いしましょうありがとうございました